チンチンはいつも一つ。どうも、メタセコナンの工藤新正方形です。今日俺はじっちゃんに頼まれて、このパトリック・ピエロの謎を解き明かしに来た。みんな、耳の穴とケツの穴とアナルの穴、かっぽちでよく聞いてくれ。まあ全体としてパトリック・ピエロはとんでもないぐらいボール借り取るよな。もう芝刈り機5台分ぐらい一人で借り取っちまうもんな。まあさぞ能力値も高いんでしょうねと思ったら、意外とバーロー。マジでもう潔いちお前下手くそ。機動力に関する数値は軒並み80台と、マジで全然大したことないねんな。で、身長も特にめちゃくちゃ高いってわけではなく、192センチ。つまりパトリック・ビエラはこの数値上では確認することができない何か特別な力を持っているとされていたんだが、その正体が今解き明かされた。それはこいつだ。ダン、足の長さで、実はビエラと他のディフェンシングミッドフィールダー比較してみたんだけど、足の長さはこいつぶっちぎりだった。これがパトリック・ビエラが他の人間よりもたくさんのボールを回収することができるカラクリってわけだ。チャンチャンテレ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 、あほーい。ビエラの強さのカラクリが分かったってことは、それを使えばビエラぐらい強い選手を見つけることが逃げるってことになるよね。そう、つまり足の長さ189センチでそこそこスピードあって、そこそこディフェンス能力があるやつがいたら、それってもうパトリック・ビエラなんじゃねえのって思ったわけや。で、私ユートボラハブリ身長相当とかして片っ端から探した結果、一人いました。それがこいつ、サンデル・バルベー。ビエラと全く同じ足の長さをしているにもかかわらず、足元数値もそこそこあって、ディフェンス数値は全部90前後、スピードは85で、瞬発72、フィジコは85。これ来たで。まあ、しかも最初からダブルターチ、足はワンパスルバみたいな有能スキル持ってて、まあ、守備系スキルに関しては全然つけてないんですけども、まあ、だとしてもおそらくパトリック・ビエラに近い使用感、そしてボール回収能力をしているんじゃないかということで、早速ガチスカど真ん中に陳列してダブルキャッチャーミットやっていきたいと思います。いざレッツ、パンバズーカ。まあ、こういう選手を免疫をするときは、普通にガチで言うとおりするのが一番だと思ってよ。ディビジョン戦に乗り込んでいくぜ。まあ、ブラブラブラ。おいおい、そんな万年ディビジョン3の野郎に、このサンデベルガーでもこいつがパトリック・ビエルと同じぐらいのポテンシャルを持ってるとしたら、不調なんか跳ねのけて、ボールバンバン取ってくれるしょ。今度は勝ち。いや、お前まずそこ空中で勝たないと。ビエラが前からディフェンスやって、さあ、バルゲにカーソル合いましたけども、ちなみに捜査官言っていいですか？あー、なんか切り返すときは確かに瞬発低いから若干遅いなって感じはあるかもしれんけど、走っとるときのスピードがまんまビエラ。思ったよりビエラだった。うれ、バーストからすればや。えー、れえー、れ、浮かした手やれ。にゃき前向いて、フィネスフィネスからの縦、どうしゅー。バルゲービエラよよいのよい。さあ、バルゲが戻ってビエラの代わりに蓋することできるのかって話なんですけども、パスコース切りたいよね。奪えちゃうじゃないの。今、ボール奪いにいる時の大かぶさり方、あれやばかったら、マジで運動会の時端っこにできる点ってやったら、こっから、スルーパスいっぱい。あちんぽー。うりへーです。ビエラ？ああ、来いよ。だがしかしそこには、バルゲがいるから、バルゲいいっすね。しかもなんか、足元数値そんなないよな。70弱とかやんな。なんかトラップめっちゃ軽いぞ。抜きます。俺、ベンホワイト上手くてさ。マジで、やばくない？ベンホワイト上手くない？マジで。クロス。カメキ。もらった。なあ、なんだこれ。ちょっと今淡々と喋ってるんで皆さんには伝わってないかもしんないんですけども、クソ感動してます。クソ感動してます。スパタブとかつけてからデヨングの高大爆として投入してええか今後は。正直次のブロッカーの送付先これ決まりました、マジで。フリド、キープ、キープ。いや、一発や。うわー、出すまで遅そうがちで治療もんな。バルゲ。これバルゲマジで。これバルゲディフェンス頑張るゲですかこれ。想像を超える使用感にね、今びっくりしております。そっからの攻撃非常にスムーズ。うざい。いやー、うざいから。インターセプトだけしか求めてなかったよ俺は。バルゲに対してなんか普通にボール奪えるぞ。あいつあいつなんや。フィネス、あー、ビエラ完全に足を引っ張る側に。もうちょい冷静にやった方がいい。でもまずやってやって、あー、ダメダメ、フィート、いい、もうどんな手を使ってでもいい、手を取れ。キュンからキュン。いや、ちゃう、お前ちゃう、ほほほ、なんでや。キュンからのキュンやろ、それキュンやないかい。おい、攻撃大したことないな。バルゲはやべえ。正直三大ゲ決まりましたね。バルゲ、チンゲ、バンゲ。ダブータもできます。これなんですよね、これ柔らかい。あ、いいぞ、パスうまくない、すれば。同じよ。頑張ろう。たれ。そうやな。ちゃんとクロス蹴ろうな、こういう時は。ちゃんとクロス蹴る。ちゃんとクロスを蹴り続けることで勝利はつかめます。バルゲ。高い位置で奪う。ちょっときついな。まあ、瞬発っていうところは他人からな、さすがに。あ、ここはビエラに任せてください。あ、ちょっと逆サイヤだから、ここに止めそうできますね。で、ロナウジーニョがシュンシュンからの抜いてシュンが、自陣でフィネスドリブル。バルゲありがてえな、おい。今インターセプトしてくれたら嬉しいなと思ったらバルゲじゃねえかよ、お前。いついかなる時のバルゲ。ここでもバルゲ、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 危ないバル。ゲトゲトゲ。一旦な。あ、一旦蹴って蹴って蹴って。一旦蹴って。で、バルゲ。よっしゃ、完璧。戦術バルゲ。ワンタッチ。
待て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 、通れ通った感じ、はい勝ったー、ありがとうな。おい待てよキングメイト、ダブルタッチ、こんかしゃー、まあ、カバミンが止めよ、おいここ一番出せ、マルゲーショートカット、いやー足長いからー人抜けっから、ドリブル、おいマルゲーパトリック・ビーラ回やないか、完全にこれおい優秀すぎる、よかったー、とっといて、うん、ねえ、いた。よしよしよし、待って、回転切り。すれば。いや、通せよ、お前、その、ボービエロ。やっべえな、おい。バルゲ頑張っとるけどな。ういおい、時間なくなったやろ、バカみたいな攻撃ボコボコしやがって、気色より何が言うとやねん、クソもんだ。バルゲは最高、バルゲ2025作ってくれ、言うとおり2025はもう明日終わっていいけど、バルゲ2025は今後も続けてくれ、ひどいわボケ、なんで15投げんねんボケが。バルゲマジ、あいついい、しかもあいつ不調やったな、そういえばな、はっはっは、じゃあほんまにビーラーや、ほんまにじゃあ最初からダブルダッチワンパスルバ全部持ってるビーラーってことや、マジ一生ハイライト出てこんといてくれ、バルゲは俺とあの時先見の命で獲得した優秀な人間だけのものにするんや。さっきはバルゲは頑張ってボール奪っとったのに、全然なんかボーいや、あいつの今日から声をビエラと、君は誰だい、この黒いデッキ、おービエラだわ、おーすげえ、ビエラ2人いる、ダブルじゃん完全に、メモリ無駄遣いしてるこれ完全に、もうなんかその血の中ついてるかついてないかぐらい、マジバルゲ、あーそう戻って、あしかもなんかさ不調なくなったから、もう機動力っていうところも担保されて完全にビエラになってるこれすっげえ、しかもさっきみたいな感じで足病院って伸ばしてボールカットできるや、おいこいつ、おいマジで、おい筋肉、おいマジで、はい弾きまーす、はいうんこです、はいうんこ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 、うんこと、俺は何もしない、コンピューター勝手にボール蹴って、その蹴ったボールが相手に渡ってシュート打たれるっていう、何がしたい、何がおもろい、おいどうする、バレ帰ってこい、つぶせ、ビエラもいます、俺はビエラバルゲなんて、お前ビエラビレやから実質、ワンタッチワンタッチ、振り手をつけろ、すればはい3人目、何がおもろいねんガチ、それやったら入るって言ったんちゃうんか、こういう時どうして、ルフリットで絶対サイド使ってくると思ってんですよ、中行きます、フィエスいきます、いけるいける、吹いた吹いた、ちょちょちょ、もう邪魔ーガチで、おもんな、そんなやつ楽しいか、人の中邪魔してから竹槍切れるぞ、バルゲ来てんな、バルゲがよー、こうやって来い、絶対使うわお前のこと、そうで降りてな、ヘコ、ちょお前ずれんな、おいお前ら味方同士でパスずらして、自陣ペナルティやりで相手にボール上げて、何がしたいよお前らガチで、正月のババアかお前、ほどこちばっかりでの自分の幸せ関係やろ、フリとすればそれは、それは、やりすぎやろ、どう考えても、アホなんか右サイド3人組ガチで、バルゲおるからええけどな、パスうめえないと、クソカウンターさせろ、バルゲだけやがおもろいんボケがし、いやすごいわ、こんなにも言うとボールがクソおもんない日にもかかわらず免疫強化成立しとんことがほんまにすごい、マジでバルゲお前最高やぞ、いつか生理じゃない時に会いたかったわ、今日はセックスできません、さよなら、えらい、よかった、やった、完璧や、完璧や、もう決めてやー、もうなんでやねん、クソー、もうなんでやー、なんでやねん、何しとんじゃ、おいナイス、それは上手や、ほんまに、それマジや、お願いお願いお願い、もう死んでー、お願い、二度とやるけザコ、頭弱い、俺黙れザコがよ、死ね、もう一回やるぞ、何やるこの動画、もっと頑張ってこれ点取って、うわバルゲのおかげで波状攻撃止まれんわ、ういだからちゃうけ俺、四股も食べられてからバルゲがなんかちょこちょこインターテーブルやってからお前免疫を大事やろ、あバルゲクソ優秀、ちなみにもうそれ以上語ることないっすね、マジで、だってこれ撃てやあらんだ、お前は撃ったら全部キュラがする、バーカ、バルゲ見習えよ、バルゲはディフェンスだけじゃなくてな、ドリブルもできるやつ、ほんまやんけお前、なんでパスやんやあいつ、えぐ、ほんまに、お前ちゃんとやれや、稲切り渡すんだろ、バルゲすごいな、バルゲが止まらない、バルゲのバルゲセールが止まらない、バルゲ、まあ、一旦ワンタッチだ、しゃあない、
うわーバルゲダメか、ブロッカーつけてあげないかんな、マジで。もう勝手すんなボケー。お前さっきもそうやんな、お前らがさ勝手にボール触ってからさ敵にボール献上してから失点しとるもんな。同じことやっとる。まだこうやって勝手こうやってフリーキック与えてからピンチ招いてや、誰が責任取るんじゃ。わしやぞこのボケが。殺すぞ。はよ取れ、はよ取れ、おいはよ取れ、はよ取れって。おいまあ早捨て早捨て飛べ。おい勝てるやろ。ゲットゲットゲット。ゲットゲット、お前わかるやろが。トラップの余地なんかないだろ。蹴りゃあやボケや、わかるやつって。人間の形すんな、お前そんなことを考えるやつが。取れ、何しとんじゃガス、おいおいボケ頭使え、マジで。おい、あらもう、どうし、逆さや。アイドル使え。俺ら来た、俺ら来た、俺ら来た。あと決めるだけ。こっちよ。ウェーイ、楽しい、最高、神ゲー。2025年最高のゲームがこれ、イオトボール2025最高。わー、世の中にはたくさんのゲームがありますよ、素晴らしいゲームたちだ。でもイオトボール2025は1000や2000隠してバッチリお目目ガチで。そしてこのバルゲという選手、非常に。バルゲがいるからこそこのユートボールが楽しくなってくるって感じじゃねえ。お前がボール持ってるとか思えないじゃん。俺のユート返せ。ボールじゃなくてユート返せ、お前。何しとんじゃ、マイケル。アホやんから。アホは巻いとけ。とりあえず、取った。よし。完璧やん。完璧やん。いや、別に、声上げんけどな。普通やから。ディビジョン2がディビジョン3に勝つこと、これ別に普通やから。別に発狂するまでこれじゃない。バルゲまあ別に声上げんけど。だってバルゲはボルコトとかで。じゃあ、じゃあ、バッ、バッ、バッ。パピペポー。パピペポー。バルゲがおる。お前だから立ち位置もええな。ほぼロドリやんけ、ガチで。身長195センチで。スピード82の。は？お前行かれてんな、こいつ。うれ。まあ、ありだけです。まあ、ちゃんとやろうや、ガチで。自分の力信じろ、自分の力信用してないか。そんな拙いドリブルなんやろ。信じろ。ほら信じた、ほらほら信じた、ほら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 始まった。ユートが、ユート始まった。アイズうんこ、はい、ニコウィリアムズバーイ、イネキでした。イエーイ、チャッ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 。よっしゃ。だが、富安。安心しろ、バルゲ。お前はまだまだ、初心者なんだからな。いや、パス上手。やっぱ、キック力あるよな、絶対。じゃないと、このスピードならん、マジで。ちょ、後で見よう。バル、あー、届かんか。でも、あれ、ブロッカーついたら絶対届くと思いません、マジで。しっかり足伸ばしてますね。つま先までピント立っている。マジで、オナニーにぴったり。バルゲの能力値、改めて確認させてもらっていいか。キック力なんぼ。あ、86点だ。そう。で、パス値も80弱とかやろ。それで、これはお前、ズルですやん。ビエラと全く同じ現象が起きとるな。攻撃面ではありますけども、数値以上何かを感じる。お前ちゃんとやれよ、おい、ちゃんとやれよ。油断やんけ、ただな。ええやん。いや、一発きついやろ、ジェラード系うせえや。もったいな。飛べよ。お前今勝てるやったらコーラ買っとけ、ボケ。ミスった。うわ、バルゲパース。いや、体勢悪いだろ、お前ちゃんと前向こうや。うまい。来た。撃て。ああ、お前やめて。なんやこの手使うやつ。お前いらん。お前じゃおもんなくしとこれ。これ。雑魚帰るよ。くそ。バルゲ最強。気づくか。クリトリスはいっぱい触ると行く。以上。